よいしょ、来ました。久しぶりのテーブルシティです。ポケモンリーグ。うん。ついにね、チームバッジも集まったし。チャンピオンになる時が来たんですな。行こうよ、行こうよ、行っちゃおうよ。変旅、この辺から臭いよな。崖登るんじゃない？あ、自ら？そう。だから覚えなきゃいけないんじゃない？あー、ないといけないよってことか。そう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 。なるほどね。あ、違うらしいよ。多分これ。これは違う演出なの？多分どっか入り口あったんだと思う。だからさ、全部そういうの吹っ飛ばしてやるのやめようって、ほら、なんかあるもの。まあ言ったからいい。まあいいか。ポップ自らお出迎え。ですな。キューティクル死んでんな。相変わらず。エマックマさん。いよいよポケモンリーグに挑戦されるのですね。ええ。チャンピオンランクになるための最後のテストは、うん、こちらの建物で行われているのです。でしょうね。なんかすごいためで言うからさ。なんか違うこと言うんかなと思ったわ。山熊さんのご健闘を心より祈っております。ありがとうございます。後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますよ。まあ、トップだからね、最後なんだろうな。トップはね、来るっていう風に踏んでるんだ ね。ポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか？はい、オレンジアカデミーの山熊さんですね。Yes。 お持ちのジムバッジは8個。それでは面接室へお入りください。面接室？面接するの？まずはだから素質があるかどうか見極められるんじゃない？あれ？チリちゃん？ほら、本日はお越しくださりありがとうございます。あれ、ちょっと雰囲気違うね。そんな硬かったっけ？どうぞおかけください。え？なんかよそよそしい。チリちゃん、面接官のチリです。なんかやだこのチリちゃん。チリちゃんで来てよ。これよりチャンピオンテストの第一次試験、面接テストを行います。なるほど。お持ちのジムバッジは、お、8個ですか。今からリャマックマさんにいくつか質問をさせていただきます。はい。回答によってはその時点でテスト不合格となる場合もございますのでご注意ください。なるほど。それでは始めます。じゃあちょっとタクマさんに頼むわ。ん？本日はどのようにしてお越しくださったんですか？ライドポケモンで。はい。それはいいですね。現在通われている学校のお名前を教えてください。オレンジアカデミーです。はい、そうでしたね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか？チャンピオンになるため。もちろんですよ。それ以外ありませんよね。ではチャンピオンになってどうなさるおつもりです。どうなさるおつもりですか？居酒屋を出店する。ないね。ないの？大喜利の答えもつまんなかったし。さらに強くなる。はい。なるほど、そうでしたか。続いて8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか？どこですか？チャンプルジムじゃないですか？はい。エクササイズ。あ、エクササイズじゃないや。じゃないね。チャンプルジムって。ではそのジムで勝負したジムリーダーのお名前は？はい。誰ですか？チャンプル。青木さんじゃなかった？青木さんね。うん。すごい見てる、すごい見てる。しっかりと覚えてます。ほら、危ねえ。ほら、レモン青木だよ。青木さんのポケモンのタイプは覚えていますか？ノーマルですよ。お。覚えてますよ。後ろにビッパのね。いたからね。障子みたいなのもあったから。素晴らしい。チャンピオンテストにたどり着ける実力をお持ちだということは、レマックマさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えていますか？
炎ワニポケモンですよ。もう今は見るも影、見る影もないけどね。ないけどね。さすがです。当たり前でしょ、うん、申し訳ありません。同じ質問を繰り返させてください。はい。え、ヤマックマさんはチャンピオンになってどうなさるおつもりですか。幕の内弁当をほじくる、さらに強くなるっすね。うん。ちょっとへこんでる。泣きちゃう。圧迫面接じゃん。すいません、そうでしたね。つらい。それでは最後の質問です。うん。何？なんだ？チャンピオンになる以外に。ヤマックマさん、ポケモンは好きですか？そりゃもう、はいでしょ。はいでしょう。大好きだよ。好きじゃなきゃ、今週だって6000時間もやってないよ。やってないよ。怖い、ちょっと。我々2人とも GU のゲンガーセーターゲットできなかったんだから。悲しいよ。お疲れさん。変わったってことは？以上で質問はしまいや。あ、いつものじいちゃんだ。ヤマックマ、おめでとうさん。お？一次試験、面接テスト合格や。やったー。さすがの一発合格、ネモ以来初やないか。そうなの？さあ、気持ち切り替えて次の試験や。二次試験は、四天王とのポケモン勝負。その名も実技テストや。まあそうなるよ、ね、何にも名を冠してないけど、ね、そのまんまやないかーいってツッコミはなしな。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、なしやで。すいません、ちょっと血が騒いじゃって。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負、激しい戦いになるさかい、しっかり準備してから奥の部屋に進みや。うわー、よかった、いつものちいちゃんに戻ったわ。ちりちゃんは本当に面接官ってだけなんだね。さあ、とうとう始まるこの四天王戦。うん。四天王ってやっぱこういう扉ごとだよね。だよね、イメージこれだよね。さあ、最初は誰だ。お、あ、ここでちりちゃん来るんか。なるほどね、通り過ぎて迎えに立って。それじゃあ早速始めようか。四天王の梅雨払いはこのチリちゃん、うんと可愛がったるから、せいぜい気張りや。うわー、これさ、テラスタル使うタイミング難しくない？ね、ポケモンセンターじゃないと回復しないからさ。うん、うわ、あ、自分やるな。ちょっと不服そうね。いつもだいたいちいちゃんでなんとかなっちゃうんじゃない？ああ、そうね、梅雨払いって言ってたしね。うん、あー、ずるいずるい、こんなんかなわんや。負けたこっちがスカッとするほど気持ちいい勝負なやもん。実技テストを突破できるトレーナーはほんの一握りなんやけど、ヤマックマならひょっとするとひょっとするかもな。四天王の二人目はもっと強いから気張るんやで。お、誰だろう。おい、次出番やで。あ、あ、養生。ホピー。ホピちゃんは何？ホピちゃんなんだろう。なんかゾウの首輪みたいな。ゾウじゃなくない？これ鍵とかじゃないの？ゾウじゃないのこれ？ゾウなの？チリちゃん負けちゃったんです。せやねん、ごつ強かったわ。横で見学しとるからチリちゃんの敵取ったってね。うわ、自分のこのチリちゃんの敵取ったってねっていう言い方好き俺。うん、わかりましたの。ゾウっぽくない？ゾウか、鍵じゃない？鍵っぽい。せっかくの二次試験ですけど、お兄ちゃんはここでバイバイ。なんか全てを見透かしている目をしていたよ、ね、ポピーのポケモンちゃんみんなカッチカチですので、
やばい攻撃なんてへっちゃらモヘモヘなんですの。モヘモヘ。おいでおいでなさいなさいなポピーのお友達。言い慣れてない感がすごかった。やっぱり鋼かな。鋼じゃない。怖い。はっちゃれモヘモヘ。どういう意味？あ、チョンプリケみたいなことなんじゃない？多分ね。誰が伝わんの？驚いてる。金髪メッシュのさ、あ、チリちゃんの肩たたき。ポピー取れませんでした。肩きな、まだ肩コールとしちゃうよ。ほんでポピーちゃん負けたら次の人呼ばな。あら、そうでした、おじちゃん呼ぶのお久しぶり。結構止めてたんだ ね、この二人でだいぶ止めたんだね。うん、おじちゃん出番ですよ。お、誰？